どうも皆さん、宇賀見ソーラン、朝日でございます。連日の猛暑ですが、皆さんどうやってお過ごしでしょうか。夏してますでしょうか。で、本日はね、私夏らしいことをやろうと思いまして、私がね、幼稚園とか小学生の頃とかによくね、近所のおっちゃんに山に連れてってもらって、夏休みに昆虫採集よくやってたんですよね。なんで今日は童心に帰ってね、久々に昆虫採集でもやってみようかと思うんですよ。本日はね、カブトムシトラップを作ろうと思います。で、カブトムシトラップを作る材料なんですけれども、まずこちら赤ワインで、こちらがバナナで、こちらがフリーザーバッグ、ジップロックですね。それとこれ、水切りネットとタコ糸になります。じゃあこちらでやっていきましょうか。そしたらね、もろもろ仕込んでいきましょう。まずバナナ、バナナの皮を剥きます。梅、めっちゃうまい。バナナ、バナナってこう1回食い出すと2本も3本も食っちゃうんだよな、そしたら次にこのバナナにこうプスプスね、穴を開けていきます。まあ、こんな感じですね。ワインに漬け込みますんで、そのワインがね、染み込みやすいようにこうやって穴を開けます。そしたらこのバナナを半分に切ります。バナナが半分に切れましたら、こちらをこの袋の中に入れまして、で、袋に赤ワインを注ぎます。で、ちゃんと浸かるようにこうやってしっかり空気を抜くようにして閉じます。そしたらね、こちらを1日くらい放置して漬け込んでいきます。で、冷蔵庫に入れないで常温で置いときますね。少し発酵させたいんで、冷蔵庫に入れるとね、発酵があんまり進まないと思うんで、この夏だしね、あったかい、まあ常温のところで置いとこうと思います。はい、というわけで漬け込みまして1日が経ちました。見てこれ、なんだかすごい、バナナが真っ赤に染まっちゃいましたね。匂いはどうかな。うわ、室温で置いといたんでね、少し発酵したのが、なんかものすごいね、甘酸っぱい匂いがしますね。うわー、なんかふよふよしてる。すげー柔らかくなってる。気持ち悪い。そうしましたら、こちらの漬け込んだバナナをこの水切りネットに入れていきます。ほんと柔らかい、こんな感じね。水切りネットに入れ終わったら、口をね、このタコ糸で縛っていきます。こんな感じで、で、どんぐらいだろうね、まあ1メーターぐらい紐取って、ここで切っちゃいましょう。これで OK ですね。これで木とかにこうやってぶら下げて虫を寄せていきます。はい、というわけでこちらカブトムシトラップ4つ用意しましたね。それじゃあこれを持ってね、山に仕掛けに行きましょうか。はい、というわけでこちら昆虫採集にやってまいりました。で、今日はね、助っ人2人がね来てもらってます。最強の助っ人2人が。はじめまして。自己紹介。自己紹介。はい、じゃあ、はい、自分大島君というチャンネルで動画上げています、せいやです。せいや君です、はい、よろしくお願いします。はい、相方郎翔と申します、よろしくお願いします、ね、ちょっと緊張してるかしこまりますね。あとスタッフがなんとね、豪華にあと3名もついてるロケロケですね。もう今日は頑張っていきましょう。はい、あ、これもハブ怖くて、え、これいたら呼べばいいですか、ハブ。ハブいるっつってんのに2人もハーパンで来てっからね。え、マジここ入んの。ここマジ超怖え。こんな感じの、あのみかんの木に、はい、もう普通にこの辺にプタッと張り付いてる場合もあるし、この根元付近に潜ってる時もあるから。なるほど、いろいろじゃあ探してみましょうか。降りましたか。どこだ。どこだ、わかんない。どこどこ。奥。あ、奥。あ、本当だ。いた。これからショック先行って。本当だ。普通にいる。これ何クマ型だろう。ノコギリじゃないかな。ノコギリっぽいね。もう一匹いた。
すげえ。あ、向こうにも行っておる。どこ？あ、本当だ。ちょっと交尾中だけど失礼しようかな。あ、しかもなんか奥になんだこれ。キリギリス？キリギリス、ね、キリギリスかもね。こっちにカナブンがある。あれ、これまたなんかちょっと違うクワガタじゃないですか、これ。これ、ミヤマ？ヒラタか？ヒラタっぽい。ヒラタっぽい。こっちにも交尾してる。本当だ、めっちゃ交尾してる。この木やばい。ラブホか、ここ。ラブホ。これ、ノコギリだ。交尾中なんですけど、失礼します。しかも横にすげーでかい、これ。ナミクジ。超でかい、こんなん見たことない。あー、ナミクジ。ナミクジも。ナミクジごとい。はい、ノコギリ。ノコギリクワガタです。おお。ちょっと、虫かごにじゃあ、お願いします。じゃあ、せやくんの虫かごに。はい、メスの方も行きましょうか。これ気持ち悪い。はい、おっしゃとりあえず2匹ゲットね。はい、じゃあなんか朝日さんがなんか特別なトラップ作ってくれたみたいなので仕掛けます。バナナの赤ワイン漬けです。匂いはおおすごい、なかなかの匂いを放つでしょう、うん、あれが好きそう、昆虫が好きそうな、こんな感じでやってた方がいいかな、うん、まあ多分結ばなくても大丈夫じゃないかな。置いとくだけで置いとくだけでも多分これでこれで、じゃあ1時間ほどですかね。置いとけば多分寄るんじゃないかと。じゃあ、クワガタ怖いじゃん。クワガタ怖い。挟まれたくない。はい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 、そっからの、そっからの、そっからの無理無理、怖い怖い怖い。じゃあノコギリいただきました。それは平田。うん、平田。平田。平田クワガタ。平田くん。じゃあこいつも、はい、ちっちゃい。それがちっちゃい。はい。はい。よいしょ。オッケー。ゲイ。はい、平田発見。ゲッツ。平田。超巨大ゲジゲジ。これ触れんわ。これでかい。超巨大ゲジゲジ。タバコの箱ぐらいある。もっとあるな。ゲジゲジ。ツンツン。早っ。この度は本当に申し訳ございませんでした。何の謝罪ですか。ちょっと嫁からの撤退命令が出たんで。ああ、じゃあしょうがないですね。はい、すいません。ちょっと期間とドロン。ドロン。ドロンさせていただきます。はい、じゃあバイバイ。お疲れ様でした。行こうか。どこだっけ。忘れちゃった。危ないです。そういう子は。え、待って。お、いや、ついてるついてる。お、本当についてる。お、ついてる。お、ついてるついてる。すげえ。ついてる。すげえ。わずか1時間しか待ってないのに。すげえ。うん、メスかもね。うん、メスだメス。おお。もう一個の仕掛けはこっちかな。はい、2個目の回収です。さて、イルカ。どこだっけ。これやん。この紐があるの。お、お、でけえ。でかいでかいでかい。あ、でかいカマドウマも横にいるけど。ノコギリ？うん、ノコギリだこれ。ノコギリだ。大きい大きい、ほら親指ぐらい、サイズ、うん、親指ぐらい。おお、よし、よっしゃ。やっぱこいつ全然踏ん張ってなかった。うん、うい、いる？いる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 。ああ、ほんとだ、いたいた。これもなかなかなサイズ。これもでかい。うん、これも親指ぐらいある。うん、親指ぐらいある。お、めっちゃしがみついてる。仕掛けごと、仕掛けごと、全然話してくれない。力強っ。挟まれたら相当やばいかも。よし、ゲット。はい、まだ回収、回収、おっしゃ。はい、じゃあ結果発表。結果発表でございます。今日取れたやつ全部これですね。はい、やれん。どれぐらい取れた？結構取ったよね。結構取れた。何匹だろう。1匹、2匹、3、4、4、ビッグワン、5、ビッグワン、6、7、8、9、10、ちっちゃいこいつ、11、12、お、すげえいる。13、すげえ取った。終わりかな。はい、ということで、はい、13匹でした。
取れたね、うん、取れたね、すげえ、こんな取れると思わなかった。じゃあ大きいのだけ、大きいのだけせやくんが買うっていうんで大きいのだけキープして、あとは私が食べたいと思いますっていうのは冗談で逃がします、全部逃がしましょう、はい、子供の夢ですからね、このクワガタとかはみんながたくさん取れますようにそう、逃がしたはい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。製薬のおかげでいっぱい取れましたいや、昆虫採集やるのすげえ久々だったからめちゃめちゃ楽しかったです。やっぱロマンあふれる昆虫採集まあまた今度なんか一緒にやりましょう。お願いします。まあそんな感じで皆さんもね、この夏ね、昆虫採集やってみてくださいね。それじゃあご視聴ありがとうございました。